赤壁では大敗を喫したものの、殿は鮮やかに退却して素早く葬儀の大天下は殿と蜀の竜五の敵の兵数は圧倒的だが、恐れること長領、先のお前の働きに損をめ、合肥の守りが手薄として合肥に打ち捨てられた拠点を活用し、五の大軍勢北進を続け、ほどなくこの合肥へと達します。こたびの兵力差はあまりに大きい。打って出るのは危険であろう。戦の勝敗は将兵の高にはないこと。関東赤壁に習うべし。この趙文苑、武の髄をもって水参戦。孫悟の命運、この趙文苑の人なぎが立つ。各軍、中立拠点を占拠、敵の進軍に備えよ。みんな、やっちまえ。報告、敵軍、中立拠点に向け進軍中。これか、最後の戦になろうとは。敵将、討ち取ったり。中立拠点の占拠に成功したぞ。その首もらった。敵将、討ち取ったり。ここまでか。敵将、討ち取ったり。部隊が橋を落とす。それまで敵を引きつけるのだ。よし、その拠点からさらに攻め込むのだ。今だ、一気加勢に攻め立てよう。やるようだな。橋は落ちた。これで敵を分断したぞ。志半ばで残念です。敵将、討ち取ったり。伏兵か、交代して陣を立て直すのだ。鮮やかなお手並み。お前かよ。くそ、敵将、討ち取ったり。
さあこのままでは。若ぶ及ばすか。敵将撃ち。ダメだ、俺たちの叶う相手じゃねえ。敵将撃ち取ったり。我が部、とくとご覧あれ。最後の戦になろうとは。敵将撃ち取ったり。よくぞ守り切った。これより反撃に移る。おい、あんな船あったか。野郎ども、じらして悪かったな。さあ暴れるぜ。ひとっ走りして喧嘩を売ってくるか。敵は強い、軽々しく当たるなよ。敵将撃ち取ったり。趙軍援参上。我が部を刻み天に昇れ。化け物だ、お助け。一気で我が軍を脅かすとは。
攻めかかれ。激しく攻め立てるぞ。続け。引くべきか。この戦はこれでしまいとする。機は熟した。全軍突撃を開始せよ。お前にこの俺が止められるかよ。俺が喧嘩の相手になるぜ。本気になりゃおめえなんざひとひねりだぜ。ち、腰抜けかよ。まだ回れてくれぜ。敵将撃ち取ったり。この俺の本気受け止められんのかよ。想像しやつめ。趙文苑、遅れは取らんぞ。攻めにて敵を撹乱します。知りすぎた。敵将撃ち取ったり。引くべきか。その力、さらに輝かせてみよう。
一気に蹴散らすのだ。敵将討ち取ったり。ここまでだ。俺が止めてやる。攻めよ。息つく暇も与えるな。この戦を制するのだ。惜しくはない。敵将討ち取ったり。よし、我らも続くのだ。勝てそうですぜ。以上の暴挙は許さん。今なら敵陣を崩せる。押せい。勝利を消してしまいましょう。
ここは一気に押す。勝利を消してしまいましょう。暴れてくれたな。今こそ全力で押し切るのです。勝てそうですぜ。今だ、攻めかかれ。勝利を消してしまいましょう。勝てそうですぜ。今こそ全力で押し切るのです。邪魔だ。
ならねば。今は引く。敵将撃ち取ったり。見事よ長龍、超文猿が合品。新しいこの声、時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。長領、あざ名は文猿、岩門軍馬遊剣の人、治癒兼備の英傑で、戦況を見る目は常に冷静沈着だったが、いざ戦いに臨めば鬼神のごとき勇猛さで敵を圧倒した。長領は進むべき道の定まらぬまま、主君を転々と変えていた。宮中で董卓が実権を握ると、その傘下に組み込まれ、そこで呂布と出会う。やがて呂布は董卓を討ち、都を去る。呂布の卓越した強さに、目指すべき武人の姿の一端を見た長領は、呂布と行動を共にする。そして放浪の末に可否城を奪うが、曹操と劉備の苛烈な攻撃を受けてしまう。曹操の策謀により、最強の武を誇った呂布もついに討たれた。死を覚悟した長領だったが、曹操に配下として迎えられ、その破業を達成するために忠節を尽くすこととなる。建安19年、長領の守る合肥の地に孫吾の大軍が押し寄せる。長領はひるむことなく、貨幣を持って敵陣に切り込み、曹操の援軍を迎えて見事な勝利を収めた。この戦いの後、長領の名は呉の人々に知れ渡り、その名を聞けば子供も夜泣きをやめたという。使えるべき主君を得た長領の武勇はここに花開き、揺るがぬものとなった。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今では無双の英傑として神のごとく称えられている。まだだ、この武、いまだ形を定めるに至らん。しかし我がうちに大いなる武を確信したとき、乱世もきっと終わろう。その時が来るまで、長文猿、押して参る。